サイリックス CX486DLC マイクロプロセッササ,サイリックス CX486DLC は、サイリックスがリリースした初期の486プロセッサであり、インテルの i486SX 及びデラックスに対抗することを目的としていた。サイリックス向けに 486DLC を製造していた。 テキサスインストルメンツは内部キャッシュをオリジナルのサイリックスの設計の1基部から8基部に拡大したバージョンの TI-486SXL 及び倍速クロック版の TI-486SXL にをリリースした。1992年に発表され、後に有名になったサイリックス CX5X86 全世代のソケットに接続しながら、 新しい CPU の特徴を取り入れていた。CX486DLC は 25,33,40MHz のクロックで動作した。486DLC は486の命令セットと1キブの L1 キャッシュを追加した3 8 6 d ック x と考えることができる。前作の CX486SLC と異なり、 486DLC は386デラックスバスを使う完全な32ビットチップであった。386や 486SX と同じように内蔵の数値演算、コプロセッサは持っていないが 486SX とは異なり387デラックスまたは互換のコプロセッサを利用することができた。 いくつかの4 8 6ボートは387、または487数値演算コプロセッサを利用することができるが、487はメイン CPU の 486SX の機能を停止するものであった。より遅い386バスとより小さな L1 キャッシュのため、486DLC は 同じクロックの 486SX と競合することはできなかった。しかし 33MHz の 486DLC は 25MHz の 486SX に対して安価で同等の性能であり安価な数値演算コプロセッサの追加によるアップグレードの可能性を提供した。486SX を誇示する有名ブランドの コンピュータに対する四百八十六 d l c の優位性をより小規模のメーカーが PC 雑誌で宣伝していたが実際のところ四百八十六 s x に対する四百八十六 d l c の唯一の優位性は安価な数値演算コプロセッサを追加できる能力であったインテル四百八十七数値演算コプロセッサは実際のところピンアウトの異なる四百八十六 デラックスであり、CPU を置き換えるもので、当初は387よりも数百ドル高価であった。インテルの486シリーズの価格が下がるに、従い、サイリックスは 486SLC や DLCCPU で競争することがますます困難になったことを知り、 1993年に 486SX とデラックスに完全にピン五感のバージョンをリリースしなければならなかった。486DLC は大規模な OEM に広がることはなかったが、ハードウェアマニアのコミュニティの間では、AMD386 デラックス -40 や CX486DLC-33 が、 低コストで 486SX-25 と同等の性能であることが知られていて、わずかな性能向上が得られるため、386CPU の置き換えとしても時々使用された。ありがとうございます。